どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今日もね、新作映画を1本レビューしたいと思います。ということで、今日レビューする映画は王の願い、ハングルの始まりです。前回アップした俺的映画速報のミニシアター興行収入ベスト10、ベスト5にランキングされていた韓国映画です。前回の動画で僕そのね、王の願い、いや今日にでも見に行こうかなって言ってましたけど、まあ実際その日のうちに鑑賞してきました。ハングル文字を創生したセジョン国王を描いた朝鮮歴史ものです。世界の背に宋と書いて、まあ、日本語読みすると世宋とか世宋なんですけど、ここでは韓国語読みのセジョンでいきたいと思います。ところで皆さん、このセジョンをご存知ですか？僕もあんまり朝鮮の歴史には詳しくないので、今回この映画を通じて初めて知ったんですけども、あのハングル文字を創生し、韓国語の聖書法の基礎を確立した業績から、韓国では国民的英雄として不動の地位を得ています。そのため国家的プロジェクトや文化科学技術関係の施設、事業など、国家や民族の威信をかけたここぞという場面にセジョンの名前が使われることがあると、ウィキペディアには記載されていますね。おそらく韓国人の皆さんなら誰でも知っている歴史的人物なんでしょうね。日本人なら誰でも知っている国民的英雄かつ偉人といえば、まあ、例えば小室圭さんみたいな、まあ、そんな人物なんでしょう。韓国の歴史映画やドラマにも多数登場してきます。日本で言えば家康とか信長とか秀吉みたいなもんですかね。2019年の映画に「セジョン大王星を追う者たち」っていう映画があったんですけど、そちらではね、セジョン大王を盟友ハン・ソッキュが演じています。歴史的、国民的英雄ということで、聖人みたいに描かれることが多いようですけど、本作ではかなり人間臭く描かれていますね。この王様の功績は、やはりハングル文字を作り出したことが大きくクローズアップされていますけども、反面、仏教徒を弾圧したり、当時勢力を振るっていた隣国の明に媚びを売る、まあ、いわゆる時代主義を展開させていたりと、まあ、それってどうなの的なことも結構してました。当時の日本、室町幕府なんですけど、幕府と修好するなど、比較的日本とは友好的関係を築いていたようです。本作では日本から派遣されてきた僧侶も登場して、日本語でセジョンと会話していました。さて、本作でセジョン王を演じたのは、韓国を代表する名優ソン・ガンホさんですね。パラサイト、半地下の家族とか、殺人の追憶で主演を張った役者さんなので、映画ファンの皆さんなら説明は必要ないでしょう。僕も大好きな役者さんです。もう彼がね、出ているというだけで鑑賞する動機になりますからね。そして王様と共にハングルの創生に挑む僧侶がパク・ヘイル。この人は殺人の追憶で犯人と目された人物を演じていましたよね。すっごく不気味で印象的な役どころで、むしろ主演のソン・ガンホを食っていたんじゃないかと思うほどの迫力がありました。そして王妃役を演じたのがチョン・ミソンという女優さんです。エンドロールで追悼メッセージが流れていたので、調べてみたら、なんか自殺されちゃったみたいですね。1970年生まれだから、僕よりも年は一つ下です。まあ、綺麗な女優さんだったんですけどね。残念なことに、この映画が遺作となってしまったようです。それでは、物語のストーリーをね、簡単にざっくりとご紹介いたしましょう。李氏朝鮮の第四代国王、セジョンの時代が舞台となっております。1400年代前半から中盤にかけて彼は王位についていました。この時の朝鮮には自分の国の言語を書き表す文字が存在しなかったんですよ。一部の上流階級だけが中国の漢字を使用していて、一般庶民の皆さんは会話以外で意思疎通を図ることができなかったわけなんですね。だから手紙も書けないし、本も読めない、本も書けないから、広く自分の思想とか主義とか主張を広めることもできません。もちろんそれは権力者たちによって都合のいいことになります。彼らは民衆が文字を覚えたら自分たちの立場が脅かされると考えていて、その既得権益を守るため庶民の識字率を高めようなんて1ミリも考えていませんでした。
そんな状況をもどかしく思っていたのが我らがセジョン国王です。彼は難しい漢字ではなくて、学のない民衆が容易に習得できる朝鮮独自の文字を開発することを決意します。そして王様は身分が低いながらも何カ国も言語に精通している僧侶の親身とその弟子たちを呼び寄せて文字作りへの協力を要請しました。しかしセジョンはかつて仏教徒を弾圧して寺院を破壊したり仏教徒を処刑してたりしてたんですね。そんなわだかまりがある2人ですが、文字を庶民に広めようという志は一致していたため、親身たちは要請を受け入れます。やがてハングル文字が完成していくわけなんですけども、既得権益の保護にこだわり、儒教信者である臣下たちは王への反発を強めます。さあ、王様は新しい文字を完成させて庶民に普及させることができるのかみたいなね、そんなストーリーになっておりました。というわけでこれから詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画「王の願い」「ハングルの始まり」評価額はズバリ。1100円加策です。はい、まさにこの映画、メイキング・オブ・ハングル文字といった熱血文字作りドラマとなっています。文字を生み出すってよくよく考えるとね、これ歴史的プロジェクトじゃないですか。文字とか言語って世界を一変させてしまう力がありますからね。当時の朝鮮の人たちは読み書きができる文字を持たなかったんですよ。今の僕たちからすればちょっと信じられないですよね。日本人の識字率はほぼ100%です。その上、今みたいにテレビやラジオやインターネットなんてないから、自分の考えや意見を世間に伝えることがありません、できません。その中には本当の意味で優れた人間もいたはずです。その優れた人間のせっかくの知見や知識が誰にも知らされることなく歴史の陰に埋もれてしまう。まあ、これだけで当時の李氏朝鮮は何十年というレベルで文化が遅れてしまったんじゃないかなと思います。現代社会って特にこう平成に入ってから人々の考え方の変遷ってものすごい激しいじゃないですか。ついさっきまで普通に使われていた言葉が差別になったりとか、もうコロ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 変わるじゃない？あれってやっぱりインターネットの普及が大きいと思うんですよね。いろんな人たちがいろんな考えをインターネットでこう広めていく中で、人々の考えというものがどん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 変わっていくわけですよね。ところが当時の李氏朝鮮にはそれが全くなかったわけですね。ウィキペディアではセジョンはお隣の大国であった明に従属的だったと書かれていますけど、映画の中では朝鮮独自の文字を作って明の従属から離れようみたいなね、そんなやり取りがありました。もっともこの映画は冒頭で史実に基づいたフィクションであると注意書きが入るので、どこまで史実なのかよく分かりません。そもそもセジョンって肖像画が残されていないので、どんな風貌だった、どんな顔をしていたのかも分かっていないそうなんですよ。1万ウォン紙幣にセジョンの肖像画が描かれてはいるんですけど、これはあくまでも空想で描かれたものだそうです。なんとなく孫元本さんのイメージがね、合ってるような気がしますけど、あくまでもイメージなんですよね。作中で王様といくつかね、人々との衝突が描かれます。まずは文字作りに反発する臣下である権力者たち。儒学者である彼らは特に仏教徒が文字作りに協力していることに強い危機感を抱いています。そして王様の協力者であるはずの仏教徒の臣民、彼もまた王様と対立関係にあります。王様によって仏教を弾圧されたという禍根が根強く残っているから無理もありませんよね。彼らは対立しながらも文字作りを進めていくことになります。本作の面白さは、宮中における人間ドラマよりもチーム一丸となって文字作りに励む熱血ドラマにあるんじゃないかと思うんですよ。
まずは民衆が習得しやすいようになるべく簡単で理解しやすいようにしようという、その取り組みはね面白いなと思いました。そのために文字数を極力減らすという努力をしています。言語とか文字って難しいじゃないですか。日本語なんかもそうですよね。それって本末転倒だとは思うんですよ。でもよくよく考えるとですね、言語がこんなに難しいのはきっと権力者が文字や言語を独占しようとした歴史があったからと、この映画を見ると勘ぐってしまいます。あえて言語を難しくすることで言語を使うというハードルを上げているんですよ。そうすることによって自分たち以外の発言や主張を封じ込めることができる。言語の難しさはそういった権力者たちの陰謀の表れなのかもしれないですよね。それを打破しようとしたのがよりによって最高権力者の国王であるセジョンです。心から民衆のことを考えた人物なのかもしれません。権力者にとって民衆が文字を扱えることは多くはデメリットでしかないんですよ。当然臣下たちは反対するというわけです。セジョンが歴史的偉人と言われるのもこの映画を見ればわかる気がしました。面白い、実に面白い、興味深い題材を扱ってはいるんですけどね、様々な衝突が起こりながらも人間ドラマとしては今一つね盛り上がらないというか、ドラマとしては凡庸なんですよね。分かりにくいシーンも多い。役者さんたちも素晴らしい演技を見せているし、キャラクターも魅力的に描かれているとは思うんだけど、何ですかね、進行がダラダラした感じなんですよ。いつまでたっても煮え切らないっていうかね。上映時間も110分とこの物語としては適正な尺だとは思うんですけど、その割にいろいろと描ききれてない部分があるような気がしましたね。序盤はコメディタッチなのに中盤以降はそれもなりを潜めてしまうので、なんだかなと思いました。重厚な歴史ドラマでもないし軽快というわけでもない。とはいえ終盤の熱血人間ドラマは役者さんたちの熱演もあって、まあ、それなりには見応えを感じました。あとやっぱり朝鮮の歴史について最低限の知識は必要かなと思います。特に仏教と儒教の対立などは事前知識として知っておいた方がいいと思います。個人的に一番気になったのはセジョンの内面があまり見えてこなかったことなんですよ。なんかこの映画を見てると単に根がいい人だから良いことをしようとしたみたいなね、まあさすがにそんなんでは納得できませんよね。彼の信念となる根源が深掘りされていないので、何が王様をそこまで突き動かしているのか今一つわからない。あの和尚の神秘もそうなんですよ。僧侶の神秘もそうなんですよ。仏教徒の仇でもある王様に命がけで文字作り協力しようとする根拠、その根拠となる動機が今一つ伝わってきませんでした。まあそんなこともあって総合的に評価額はあまり高くはないんですけど、まあ、それでもそれなりに見応えある歴史ドラマとなっています。歴史映画好きな人、韓国映画好きな人はね見てみてもいいんじゃないかな。宮中の美術や衣装などお金がかかっていて映像的にもとても映えていたと思います。あとですね、ハングル文字に対しての知識も若干ないと結構ねマニアックな話が出てくるんですけど、そこら辺僕もね詳しくないので全然理解できませんでした。ちょっともったいないなと思いましたね。はい、以上ミステリー作家の七尾吉でした。それでは皆さんごきげんよう。